はい、速稼塾のここです。今回はですね、また40代50代の方のための、まあ、恋愛テクニックについて私なりにねちょっとお話したいと思います。まあですんでね、お前の言うことなんて聞いてられっかって方はまあ見ていただかなくて結構かなと思います。まあいくつかにまとめましたので、今回はね6点ぐらいにまとめましたので、うん、伝わりやすくなってるかなと思います。じゃあ始めます。まず1つ目なんですけども、やっぱモテるためにはですね、1対多数を意識することなんですよ。一途であることっていうのはもちろんねいいことなんですけども、最初から一途ではダメですからね。最初は浅く広く広げていって、まあいろんな女の子の名前が浮かぶようにしとかないといけないですよね。そして声をかける人がたくさんいたりとか、電話のメモリーがやっぱりねそれで埋まってるような状態にした方がいいと思います。1対多数です。これは仕事でも言えるんですよ。仕事も一本やりではなくて、今の時代マルチタスクって言って複数の仕事をこなす、複数の収入源を持っていることが大事になってきますし、人生にはねやっぱりリスクヘッジとかポートフォリオって考え方がだいぶ浸透してきたと思うんですよ。だからバランスよく、これがダメでもあれがある、あれがダメでもそれがあるって形にしておかなければ、まずはね自分の心に余裕がなかったりとか、一つしかやってなかったら恋愛なんて経験値が上がらないんですよ。だからたくさんの方とお付き合いして、浅くですよ、浅く付き合うことによっていろんな側面、いろんな経験をして、で慣れておくってことが大事ですね。その中でこれだと思う方に一点集中いく、こっから一途が始まればいいと思うんですよ。だから最初からね、最初から一途ではなかなかうまくいかないです。やっぱりね、ターゲットになった女の子もちょっと戸惑うと思いますからね。さすがに40代50代で一本やりに来られたらちょっと怖いみたいな感じがあると思いますから、まずは広く浅くで、まあ、女性との付き合い手慣れてるのねってところから、あ、その人が私に一直線に来てくれるんだっていうふうに思ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。まあですんでね、1対多数、1対1はそれはまさにね、猛攻をかける時なんですよ。他の子は関係ないよって、お前だけだ、特別なんだよっていうふうなね、もう本当に告白の瞬間だけ一途になっていけばいいと思います。2つ目、男性に必要なのはやっぱりキザな優しさですね。特に40代50代になってくると、やっぱね、まあ経験豊かな、まあ、大人の魅力を持っておかなければなりません。でも大人の魅力って何なのって、具体的に言ったらどういうことなのかなって言ったら、大抵ね言葉に詰まる方が多いと思いますけども、いいですかね、まめに演じることなんですよ。まめに、本当にね、このぐらいまめにやるとやっぱり印象に残ると思いますんで、やってみていただきたいのは、例えば車の助手席のドアを開けてあげるとかね、こういったこととか、レストランの椅子を引いてあげるとかね、やらないでしょあんまり。こういうことがすごく大事になってきます。で、冬場になったらコートを取ってあげて肩にかけてあげるとかね、でオーバーリアクションで再会を喜ぶみたいなね、どうしたのみたいな感じでね、身振り手振りで石田純一さんがすごくお手本になります。うわ、なんか痩せてないとかね、こんな感じですよね。そういうふうなリアクションつけながら、あ、自分に出会ったことこんなに驚いてくれるんだ、喜んでくれるんだっていう印象を残しながら、ザイアンス効果を高めていくってことになりますよね。だこれやんないとやっぱりねモテないですよ、うん、3つ目なんですけども、ロマンチストを捨ててリアリストになる面っていうのも必要になってきます。まあ、40代50代になってくると、なんかねその純愛ドラマの見過ぎっていうんですかね、モテない原因は結構そこにあるんですよ。ある意味リアリストになっていかなくてはなりません。メロドラマの主人公になった気持ちではなかなかねうまくいかないですから、やっぱり40代も50代にもなってくると、リアルな側面っていうのはしっかりと踏まえていかないといけないです。それは実際どういうことかっていうとね、やっぱプレイボーイになることなんですよ。それはあっちでもこっちでも女の子と遊ぼうってことではないんですよ、うん、やっぱりね社会の枠組みの中できっちりと男性とも女性とも深くつながっていくこと、浅く広くつながっていくこと、これがリアリストでやるってことなんですよ。ロマンチストっていうのは心の中でね、なんか密かに思っていて、俺の思い伝われ伝われと思っていますけど、超能力がない限りそれは無理なんでね、うん、やっぱり浅く広い付き合いっていうのを先ほどお話ししましたけど、その中で自分の意中の女性がどんな側面を持ってるのか、他の人からどういうふうに映ってるのかってことをきちんとねリアルに見ていかなくてはならないってことなんですよ。自分の中で妄想を高めていくだけでは何にも進みませんから。それから乖離することがね結構多いんですよ。これもね、人のことがね超能力でもない限りわからないですから、やっぱりマーケットをリサーチをしなくてはいけませんよね。 A さんっていう女の子に照準を絞ったんだったら、 B さん、 C さん、 D さん、 E さん、 F さんに A さんとの付き合い方をやっぱりね見ていかなくてはならないんですよ。そうしてリアルな A さんをしっかりと捉えていくことによって対策も練れるってもんだと思います。で次ですね、4つ目、やっぱりね40代50代で彼女がいない、奥さんいない、家庭がないってことになると、何がしかのコンプレックスが抱えてると思いますけども、このコンプレックスがあるのはしょうがないんですけども、コンプレックスがあるからといって卑屈になっちゃダメですよ。やっぱりさ、自分のね短所を笑いに取れるぐらい、強みになるぐらい、くるっとね転換するような気持ちが必要です。だからね、
いやトラウマがあるんでねって言ったらもうねこれでモテなくなります。あのトラウマとかねそういう風なねトラウマに酔うなってことなんですよ。でそれをやってる限りトラウマを自分の勇気が出てない言い訳にする限りもうモテる人生は来ないんですよ。だから大切な人も自分が思ってる人も誰かねトラウマなんて関係ないって人に取られていきますからね。それでいいんだったらそのままトラウマと一緒に、なんかね今日も眠ればいいんじゃないですかね。だからトラウマはね、もう抱えていてトラウマを抱えていてモテることはないですからね。だからコンプレックスを笑いに取る、コンプレックスを強みにすることなんですよ。いや最近髪が薄くなってきてねどうこれ危なくないみたいな感じでやっていくとかね、そんな感じですよね。だから自分の弱みってのをいかにねもう堂々としていくかってことですよね。それをいつまでもコソコソしちゃダメなんですよ。そういうのはモテないですからね、例えばね昔女性にすごく嫌な目に遭わされたんだよ。だからもう本当にね女の子と付き合うことはないと思ってた。でもねちょっと考え変わったと、一生分の女の子からのダメージはその時に終わったと思うんで、これからいいことばっかりだと思う。ほらいい子に出会えたみたいな感じで、ね、やっぱり転換していくことなのかなと思いますよね。で5つ目なんですけども、女性の経験を聞くときに例えばね女性がこんなお仕事をしてきましたとかね、こんな学校行ってましたみたいなことをね話すとするじゃないですか。そしたらねもう一つ一つにね、えそれって大変だよねって感じで言ってあげるんですよ。仕事のことだったら、いや大変な仕事しているんだねとかね、職場が同じだったら、いや大変な作業だよねとかね、気使うでしょ結構みたいな感じで言ってあげるんですよ。もうどんなことを言われてもそれで OK です、テンプレートです。そうするとね女の子ねそうなの聞いてくれるみたいな感じになってきますから。要するに大変だよねっていう言葉を言うことによって女性からね愚痴を聞かせてくれるんですよ。だからこれが相手の会話を引き出す魔法のワード、大変だよねですよね。もしくは意外と大変だよねそれっていう風に感じで言ってあげるんですよ。そうするといろんな愚痴を聞かせてくれますから、そこでこううなずきながら黙ってね、って感じで共感してあげることが大事です。それはこうやったら解決できるよって言ったら絶対ダメです。男性はよくやりがちなんですけどね、それはもう単なる説教になるんですよ。そうじゃなくてうなずきながらなるほどって目を見ながらね共感してあげることが大事です。時には女性がこんな辛いことがあったのって言ったら、あそうなんだ、いやそれ辛いねって言ってあげるんですよ。こういうふうに共感をしまくることです。そして最後に、あでも頑張ってきたんだよねと、すごいなと、こういうふうにまとめると優しさが伝わるんですよね。もうね今度何かあったらこの人に話そうってその A さんはあなたに対して思ってくれると思います。そして最後なんですけども、まとめるとね、顔に自信があれば今お話ししてきたことなんてあんまりやんなくてもいいんだと思うんですけども、やっぱり顔に自信ないじゃないですかね、40代50代になって彼女がいないわけですから。だから顔に自信がないんだったら他の勝負をしないといけないですよね。他の面で外見以上に強いところを自分をね、もう引き出していかなくてはなりません。それが今日お話したコンプレックスとか会話に大変だよねっていうのをつけたりとかね、それから一対多数でいることとか、キザな豆さが大事だよとかね、ロマンチストよりもリアリストってことなんですよ。この辺を際立っていけばもう外見とかなんとか関係なくね、きっと自分に意識を向けてくれると思いますんでね、顔ってのは努力のしようがあんまりないですけどもね、エステに行ったりなんかね芸能人の表情を真似するとかね、そのぐらいしかないんですけども、でもなかなかうまくいかないですから、やっぱそのあたりはね別の面、内面を鍛えていくことによって取り戻していきましょう。必ずできると思いますから。だって顔がいい人ってほんの一部ですよ、ね、ほんの一部の人しか恋愛できないんですかったらそうじゃないですよね。大部分の人は別の面でやっぱりね惚れたり惚れさせたりしてるわけなんですよ。だから大丈夫ですよ、諦めずにトライアンドチャレンジで、もう本当にね打たれ強くタフであることが大事です。振られても次に向かうわけですよ、振られても恋愛なんてもうやめるんだじゃなくてね、どんどんやっていくことによって鍛えられていきますから。やっぱり恋愛で傷ついてやめたって言ったらそこで終わりですけども、じゃあこれをもとに次にどういうふうなことをすればいいのかな、次の一手はないかなって考えていくことによってどん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 ね恋愛センスも進化していきますから、それが最大の恋愛テクニックだと思いますんでね、今日の私のお話なんてのは本当にね問題にならないくらいそれが大事ですよ。諦めずに次の一歩、次の一手を打っていくこと、常に自分の手持ちのカードから最高の勝負をしていくことですよね。それを多分そういうふうなねタフさとか闘争心を女性も待ってるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。